ミニドラマ OL キクちゃんと村山社長のロマンチックモーニング第86話。社長失礼します。あ、そのコスプレ見るからに。やっはっはっは、そうとも鬼じゃ、超リアルにできておるじゃろう。やはり今日節分は鬼が主役じゃからな。確かにリアルですけど、社長、節分は昨日終わりましたよ。何を言っとるんじゃ、節分は2月3日と昔から相場が決まっておるわい。今年は124年ぶりに2月2日が節分だったんです。ニュースとかで散々取り上げられてたでしょ。マジで、キクちゃん、社長、キクちゃん、社長、キクちゃん、社長、なんてこった、全然知らんかった。そんな罠が待っておったとは。こんなに落ち込んでる社長珍しいです。だってこの鬼コスプレを作るために鬼努力したんじゃもん。まさに地獄の日々じゃった。はあ、まあ、こうなったら来年までこの姿で過ごしてやるか。とりあえず町に繰り出して綺麗なおのおすお姉さんにこの襲いかかってお怯える様を楽しもうかの。いや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 、まあ社長、例のボタンはどこですか。あ、絶叫くすぐりボタンの話をしておるのか。それだったら机の上にある。それを押したら鬼だろうが鬼物人無残だろうがもうくすぐったくてもだえにもだえてふにゃふにゃになってしまうんじゃ。だからよいな、触っちゃいかんぞ。もう一回。この鬼め、おいしれー。鬼くすぐったーい。ああ、鬼め。ん？半鬼。なぜわしが鬼と分かったのか。鼻から下が見えとる。の、あら。しまった。鼻マスクならぬ鼻鬼。大丈夫ですか？見えてないでしょ、何も。何も見えません今。いいよ。あ、見えました。あ、見えた見えた、はい。あ、落ち着いた。あ、お腹すいた。豆でも食べんしゃい。食べたいな。豆豆しく豆に。明日も朝から朝から